演舞開演。どうも、本日はこちらのビッグプランスさんの私の予選で、はい、この店舗のこちらの人気4種のパンを食べたいと思います。というわけで、こちら4種揃いました。では、食べていきたいと思います。まずはこちらからいただきます。4位でも十分に誇っていいと思うよ。とってもジューシーで、ホットドッグは違ったおいしさのようで、とても美味しかったですね。上にパスのチーズだったんで、ね、では続きましてはこちら塩バターフランス、いただきます。シンプルですね。シンプルゆえに愛されているんだね、君は。外側がパリッパリで、中が空洞なんですけど、それがちょうどいい食感を出していますね。そしてこの喉からしょっぱさが食欲をそそります。ではこちら、このリンゴクリーム結構ずっしりきてるんですよね。やば、トロトロですね。いい色です。ではいただきます。わわ、思ったよりリンゴが大きい。これは食べ応えある。かなり大きめで、シャキッシャキッとした程よい心地よい歯応えを感じることができました。そこにチーズの異なる酸味が入ることでさっぱりさせてくれて、しつつない最後までさっぱりやるので甘みが美味しかった。そして最後はいよいよ第1位のチョコフランス。中はさっきのものと比べるとぎっしり入っていますね。ではいただきます。これが1位か、やっぱりすごい。サクッとした食感はさっきの塩バターフランスと同じなんですが、そこに焼いたチョコが加わることによってさらに香ばしさと甘みが入っていますね。人気ナンバーワンの裏付ける美味しさでした。というわけで本日はビオフランスの人気パン4種を食べてみましたが、やっぱりどれも人気に派手な美味しさでしたね。やっぱり最後のチョコフランスおすすめです。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。